はい、皆さんこんにちは。新町 TV へようこそ。本日はですね、台風レポートです。本日は2017年の、9月17日です。17日、古民家でライブしてます。まあ、その中で結構今回は直撃っぽいので、随時台風の様子をレポートしていきたいと思います。台風18号かな。今回はちょっと一回が出そうな気もしますので、出ないことを祈ります。それでは、逐次レポートします。ただいまの時刻は、15時30分です。見えるかな。通常の雨と違いまして斜めに雨が降ってますね。左からって感じです。それほど角度はまだすごくないですけど、雨の音がだんだん強くなっている感じです。以上、定時レポートを終わります。現在岡山県吉備中央町、黒土横部、だんだん風雨が強くなってまいりました。あれから10分ほどしか経ってないんですけど、結構横殴りっぽくなってきました。まだ台風は遠いんですけど、これはちょっと心配です。それでは定時レポート終わります。現在あの5時前ですね。雨のカーテンっていう感じです。風はあったかい感じですね。台風らしいです。はい、午後5時回りました。接近道内、やっぱり東の風が強くなって、もう横殴りっぽいですね、雨が。なかなかこの風景も味があるんですけど、ちょっと怖いですね。まだ高知の向こうかな、筑波の辺におるみたいですけど、結構今回は本当大きいなってな感じです。以上、5時の定時レポートを終わります。ただいま9月17日5時10分ぐらいですかね。雷が鳴り始めました。現在8時前です。ああ、もう映らんな。音だけですね。以上、8時のレポート終わります。